はい、今日は6月の20日夜10時2分現在の腐敗した政治行政社会教育の現状に徹底した調査を行い、各社に強制を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、南番東大阪狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、この前ちょっと調べ事、門間に行った開示請求ですね、今日上がってきました。この門間市になぜ私が開示請求に行ったかというと、今からそうですね、約10年前、もう10年以上になりますかね、この門間市に左巻きの戸田久義というね、市会議員がおったわけなんですね。これが極左ね、例えばイスラエル並びにね、あのハマスを支援するね、この本当の日本においてはね、国賊みたいな議員がおったわけなんですね。これとの戦いをやって、現在この戸田久義という人物はもう2期滑って落選して、ね、私と戦いをやって2期落選して、そしてもう門間からどうも姿を消したみたいなんですが、その時に起こったね、この平成22年ぐらいだったと思うんですがね、大英のトポス問題というのがね、あって、これは大阪地方裁判所まで行ってね、提訴して戦うことになったんですが、この時の当時の園部自由民主党の行きがかりの園部市長というのがおられて、途中で私がね、ここの調査に門間に入って調査していて、中で途中で亡くなったね、どうも癌だったらしくてね、途中で亡くなったんですが、さあその後ね、調査をすればするほどおかしな変なね、事件絡みのこのとんでもないね、国民市民の税金が使われてね、門間氏が土地を取得したり売買したりしたわけなんですね、地元の業者と絡んでね。さあそのようなことがあって、この10年間ほとぼりが冷めていたんですが、ここに来てまたね、この門間氏がどうも駅前開発というのをね、思想を立ち上げて、計画を立ち上げて、これはどこのね、駅かというと、京阪の大和田駅っていうんですね、門間市の次の駅、大和田という駅前なんですが、ここは本当にね、ごちゃごちゃしていて、幹線道路がね、これは東西に走っているわけなんですね。この東西に走っているその道のね、両サイド、ちょうど駅前のね、バス停のロータリー、バス、本当にロータリーといっても小さいね、バスターミナルなんですね。バス3台ぐらい、どうも止められるかなというようなところなんですが、まあバス停があってね、そこ多くの、まあね、おそらくね、市民の方が利用されている。その前に、ね、そのあたりを、門間氏が、ね、どうも駅前開発をしようということでね、ここの土地が建物が売りに出された、そのようなところをね、一軒一軒ずつ買い取っていったというんですね。現在3箇所買い取っているんですが、その3箇所というのが皆さんね、ここなんですね、これここなんですね。おそらく門間市の人たちであればね、これがね、京阪のね、大和田駅の真ん前なんですね。この、ここが駅ですから、ね、門間、大和田の駅なんですね。で、ここ、この白っぽいところが、ここがね、バスターミナルなんですね。どうもその前に、この水色ね、ここと、ね、この、わかりにくいんですが、この赤点のですけどね、それと、ここ、ね、ここ、2箇所を3箇所ですね。この1箇所、2箇所、3箇所。
これを門真氏が買い取っているわけなんですが、問題はこの土地なんですね。この土地、これがね、ちょっと600坪、700坪あるんですが、また10年ほど前の土地の取得の方法、つまり売買ゲームをやったんではないかというね、情報が入ってきたわけなんですね。当時の市長は住民主党公認の、ね、市長だったんで、ね、それに地元の業者とつるんでね、長年門真氏の市民の財産をね、利権、権利に、その利権の行政に使ってきた。さあ、そしてその市長がね、お亡くなりになってから誕生したのが、維新の会公認のね、宮本というね、市長なんですが、この市長選挙が今月末から始まって、来月の7日ですね、に投票あるというんですが、なんとね、この市長名で、この、ここ、このね、銀行の跡地、これね、これがそうなんですね。これをね、買い上げたというんですね。その買い上げた金額が、ね、この前の、ここ赤くなってますね。この赤いところ、この赤いところの値段と、このね、土地の値段の買い上げた一坪の値段がとんでもないほど違うわけなんですね。さあ、ここで疑惑を地元の人がね、私に一度調べてもらえませんかと言って通報があったわけなのに、そして開示請求をしていた。まず私がね、何を開示請求したかと言ったら、これなんですね。これね、市長から私宛てにね、今日ね、6月の20日ね、11時ね、11時って書いてますね。11時、6月の20日、11時ね、そして行ってもらってきたんですが、何を私が開示請求したいかというとね、公文書の件名または内容、一つ、大和田駅前土地回収した契約書、表題金額の分かるもの。二つ目、買い入れにあたり協議した議事録。三つ目、土地鑑定士が提出した鑑定評価書ですね。そしてこれはね、2番3番の土地ですから、違うところね、3箇所を取得していますから、3箇所の契約書が出てきたわけなんですね。ところがね、これ面白いことに、この契約書、そして売買されたその経緯上がってきたわけなんですが、このね、役所の職員は何を出してきたかというと、私が求めたのは2番、買い入れにあたり役所で協議した議事録か起案書ですね。これを求めたのに対して、門真氏が出してきたのは土地の持ち主とのね、交渉過程、しかもね、2行3行で何時何分にね、どのような協議をした、参加者は誰々というね、これですね、このこれですね、これたったこのね、ここでやったという、これだけの打ち合わせをした、誰々と何をしたというのがね、これ出てきたんですが、私がね、求めたのはね、こういうことですね。持ち主とね、こうですね、こういう感じの、もうここへ書いてるんでしょ、これ。こんな感じで、ね、議事録を出してきたんですが、おいおい、ちょっと待ってくれと。ね。地主と交渉したのではなく、なぜこの土地が門真氏として必要になったのか。ね、その計画は何であるかと質問して、
そして私がね、これ議事録とその計画図面ですね。これね、今日もね、開示請求したここがそうなんですね。土地の鑑定士が出したものと、それにプラス計画、門真氏がこの駅前をどのような計画をしてね、計画のスタートから年度末までね、開発するまでは何年ぐらいかかるのか。当然それをやるには、土地を取得するにはね、役所ですから、民間の人がね、土地を買って家を建てようと思ったけどね、いつ建てるかわからんというのであればね、これはね、普通の会社でも致し方がないんですが、市民の税金で市が土地を購入するというのは、そのような目的があるはずなんですね。その目的のね、計画書というのをこのようにして開示請求を求めたところ、何を出してきたかといったら、これを出してきたんですね。皆さん、これ、この駅前をね、この駅ですね、この駅前、こんだけをね、ここを開発します。ね、ここ。だから、土地を買い漁っています、買っていきます。ところがですよ。ね、いつからスタートして、いつまでにこの計画、例えば5年計画とか10年計画でスタートしたんだろうと聞いたところが、担当職員は2人来たんですが、黙っているわけなんですね。黙っているということは、いつからこの土地を、駅前の土地を買うことに決めたのか。ね。そして、いつまでに駅前開発を行うのか。これさえ決まっていないのに、ただ口頭だけで大和田駅前の、ね、開発を行います。このような口頭だけで、この土地、回収するとこにマーカー入れたというんですね。この辺りをね、今マーカーの入っとるとこだけなんですよ。ここを買い取りするためにと言ってね、駅前開発するんですよと言ったんですが、ならば、今、市民の税金を投入して買っているのであれば、ね、一体5年先なのか、10年先なのか、この駅前開発の計画で土地を購入しましたというんですから、当然、ね、この門真氏が行った土地の取得のね、基本ですね。私はそれを求めたんですよ。土地を購入するときのね、議事録、いや、土地を購入するね、ようになったときの議事録、これを求めたわけなんですね。つまり、門真氏がここを駅前の土地を購入するということは、ね、何年の計画で、向こうね、5年、いやいや、ね、本当の今の時代ですから、その駅前を地上げするには大変な年月がかかるだろう。ね、10年で行けるだろうか。そうして計算して、当然、市の担当者、協議して、市長に、ね、この土地が、ね、今、どのくらいするかというのを先に鑑定出して、そして、取得していったはずなんですね。ところがね、この、ここですね、この土地と、この前の土地ですね、2箇所だけ門真氏が取得しているんですが、この土地とこの前、駅前ですよ。本当の駅前ですね。まあ、鑑定士がいるのであれば、ここでも、こっち側を平坦にするのであればね、おそらく、ね、何十万も違わない、何万円も違わないんじゃないかなと思うんですよね。これ、ところが、ここの土地と、
ここの土地ではね、こっちの方がとんでもないほど高いわけなんですね、粒当たりにして。ね、これはまだ今ここにね、すべての資料とは言いませんが、ね、契約書、売買契約書、さらにはこのね、これ、ね、不動産鑑定書のいうのが、ね、先ほど言いました、あちらとこちらと2箇所、ね、これともう1箇所ですね、駅のね、ターミナルのある前と、そして、この手前の方ですね。これがね、二つ、ね、出てきているわけなんですね。この鑑定書ですね。当然、市がね、土地を買うんですから、この鑑定書と、この鑑定書ですね。二部出てきたんですね。ここの駅前の鑑定書がね。ところがね、今日ね、先ほどまで精査していたんですが、どうもね、10年前に行った、自民党首相であったときに、とんでもない税金の食いつぶしが行われたようなことを、維新の会の首相が、同じようなことをやったんではないかな。このような疑惑が、この契約書、売買、土地売買契約書ですね。それと、鑑定士が、ね、これ鑑定した、ね、どうも明日門真市に行って門真のね市民とその辺をよく知っておる人なというのは、まあ担当直人に言うと、地元の不動産屋がね、この土地を売りに出した時と宮本市長が買い上げた値段がとんでもないほど違うっていうんですね。この皆さん、ね、小さい方のちょうどロータリーの前2つを買い取った坪数の値段と、反対側の、ね、まあここはまとまっていますから、まとまっていても、門真市が買ったら全てを、ね、解体して、ね、さら地にして、改めて、町づくりの設計を立てるのに、ここの設計図など、ね、また、ね、駅前開発をやると言った、そのような、ね、議事録がないので、私がね、土地を売買する、あ、買い入れるすることになった時の、起案書か、議事録があるだろう。これを改めて今日ね、開示請求して帰ってきたわけなんですね。これがそうですね。今日ね、6月の20日。ね、これですね。これ、今度はここですね。受付してもらったんですが、これ、開示請求の一言。ね、土地買い入れしたとき、ね、その理由書ですね。会議でするときの協議書か起案書。門真市がね、この土地を何の理由で買い上げるするというね、これが当然やられたはずなんですね。しかしまだ見えてきていないのが、ね、当然、市長はこの土地を買っていますから、そのときは議会にね、予算を計上されているはずなんですね。さあ、以前の10年前も当然議会にこれを計上して、ね、とんでもない方法でその地上げをしていった役所がですよ。土地の地上げをしていった。これを、この10年経った、また同じことをやっているのではないかというね、この私の開示請求で大きく見えてきたわけなんですね。というのは、明日、法務局へ行って、
この土地の当本を上げてみようと思ってるわけなんですね。門真氏がね、駅前のロータリーの方2箇所買い取ったその場所の当本ね、そしてこの何倍もの値段で買い取ったところの当本、これがね、なんと三菱 JFE の銀行の跡地らしいんですね。以前はダイエー持って、スーパーダイエーが持っていたトブスというね、子会社の持ち物だったんですね。今度は三菱 JFE が持っていたね、その土地を宮本市長が買い取った。その値段が前の駅前、同じところの向かいの土地を買った一坪の値段ととんでもない差があるわけなんですね。昔バブルの頃、地上げが流行りましたね。地上げをするときには皆さんね、安いところから地上げしていくわけなんですね。高いところから買い取っていったら、隣が隣を高く買ったのに、なんでうちがそんな安い値段で売れるはずないだろう、隣と同じ値段で買ってくれって、こうなりますね。しかしこの門真氏はね、どうも10年ほど前のその時のね、濡れてに泡の税金の食いつぶしをやったために、それをその味を占めている議員がたくさんいるわけなんですね。市長が維新の会の市長ですから、当然維新の会5、6人おる、それが与党なわけなんですね。名前を知っている、前の時からに知っている議員もたくさんおります。さあ明日門真氏に行って、まず門真氏のね、市民と疑問に思っている市民とおって、そしてその近辺の不動産屋によって、この土地、近隣の土地は一体いくらぐらいで売買されているのかね、地元の不動産屋の方が一番よく知っていますね。それを役所が駅前開発をするという大業を立てて、高い値段で買っていったら、後の幸せや市民の税金にかかってきますね。役所が無謀な計画とは言いませんが、年数も決まっていない、どっからどこまでを地上げするという区画も決まっていない、そのような時に、前にね、600坪、700坪の土地が出たから、それを買おう。ところがね、これはどうも、門真氏が最初に商談していた持ち主と、その後に商談始めた持ち主が変わっているわけなんですね。さあこれなんですよ。門真氏が10年ほど前にその方法で市民や国民の税金、とんでもない金額で食いつぶしていったね。その方法を議員というものは喉元すぎればなんとやらで、私はその時の当時のね、
悪事を働いた連中の議員ですね、市長はね、途中で亡くなったので、ね、これを知っていたのは、当時の府会議員であった、門真市出身の現在の市長、宮本和孝という市長なんですね。さあ、10年経って、土地の掘り出し物が出た。まだ、駅前の計画図もできていないのに、ね、どうも、その土地を狙って、空き家になっていたような、ね、売ってもいいというような土地を買っているわけなんですね。そして、このロータリーの横の2軒の土地を、誰が持っている時に買ったのか。ね。ここには、ちゃんと契約書、売買契約書が、その2件の、ね、契約書は出てきましたから。ならば、その土地を、ね、誰が持っていて、何年に、何年、何月に、どのような経緯を持って、門真氏が取得したのか。ね。それを法務局に行って、ちょっと証拠集めをしようと思っているわけなんですね。おそらく、この、門真氏の市議会議員、まさか10年前の市民や国民の税金の食いつぶしを10年ほとぼり冷めたら、もう誰も注目するもはいないだろう。そしてぬくぬくと、これがね、面白いことに、今私の耳に入ってきたんですが、どうもこれね、令和3年4年度にこの土地の動きがあった、この契約書がそうなっているんですね。いろんな協議をしたのが令和3年で、土地の移動があったのが令和4年となっているわけなんですね。今年は令和6年ですね。3年経ってまたこのようなことがくすぶってきた。ね。私も素人ですけども、こういう当本、様々なね、まして、坪数が、坪単価がいくら、平米いくらというのがね、計算して、表題に計算ありますから、それを計算したらすぐ出ますね。そして、前の、ね、建物、土地、門真氏が取得した金額と、この、銀行が持っていた土地の金額がとんでもないほど1平米あたりが違うとなったら、皆さん誰でも疑問に思いませんか？ましてや門真氏は10年ほど前にこのような悪どいことをやって、ね、みんなでやれば怖くない、このようなことをやって税金を食い潰したというの、猫おばば横領したのではないかというような、とんでもない、ましてや民間のスーパーダイエーの持ち物であった4000坪ね、これをね、15億で買って15億3000万だったかな、民間に買わして、地元の業者に買わせて、それを29億。ね。全部でした17億円と29億円。土地2000坪17億円。ね。土地、いくらで買ったものと思いますか？土地は3億。ね。15億でしたから、建物、ね。10億ほどですね。4000坪10億ほどで買って、2000坪を、